労働基準法ってなんだって言ってくるよ。はい、山下のスタイルいきます。33条三三サタデーか、もしかして。その最高の準備をする意欲は誰にも負けないって状態をぜひ意識として持っておいていただければいいのかな。そこが大事です。精神的自由を制限する立法は厳しく審査して、違憲違憲違憲、憲法違反だ、もうあれやこれや考えたくない人はむしろもう30分で1問解くっていうのをもう完全に決めてしまって、30分経ったら次の問題に移るっていう風にしていった方が無難ですね。最初に変えなきゃって気づくこと、やべえ変えなきゃで、よしじゃあこういうふうに変えようって計画立てて、で実行で、やっぱり勉強始めるってきっかけが必要ですよね。そのきっかけ、勉強ももちろんやけど不安やけど、どうやって内定取るかっていろいろ不安なとこあんねん。だったらうちら頼ってください、使うもん使ってください。でこの基礎がない人はその後どんだけ問題演習しても伸びないんです。